こんにちは、ヤスです。今回は音源何買うということで、これからいろいろとこう音源を揃える必要があるんだよねという、初心者に向けての内容になります。こう漠然とこれから音源揃えなきゃいけないんだよねとかって思ってると、いろいろこうとっちらかっちゃって、なんかどうでもいいやつから買っちゃって、でいざ時間が経って、あ、これがこれ必要じゃんって気づいた時には予算削られて買えなかったとかですね、そういう悲しい思いをする可能性って結構あるので、少しでもハッピーになれる買い物ができるようにということでお話ししていきます。で、まずその今これからいろいろ必要だな、あれもこれも欲しいなという場合、ちょっとパニックにならないように、順序立てていい買い物ができるようにするにはということで、まず自分が出したい、そのサウンド音楽、自分が作りたい音楽っていうのを一般的なジャンル分けでどういうものに属するかっていうことを、まず考えましょう。で、分け方としてこんな感じにとりあえず考えてください。はい、クラシック、ポップス、民族音楽っていう、ちょっとフォーリズムは気にしないでください。クラシック、ポップス、民族音楽、この3つに、で分けてみてどこに属するかってことを考えてください。クラシックっていうのはもうオーケストレーションイメージするまんま、クラシック音楽のああいうイメージのサウンド、それイメージしてもらえればいいです。で、民族音楽っていうのも民族、いろんな土地にいるね、民族、部族に固有に根付いて伝わってきている音楽ということなので、これについてはもう非常に分かりやすいよね。クラシックも使う音楽、よく出てくる楽器なんか、そのクラシック用の音源、オーケストレーションの音源、を購入すればいいっていうのは分かりやすいので、もうこれはいいでしょう。で、民族音楽っていうのも、その土地の自分がやりたいところの民族音楽に必要な音源を揃えればいいので、もうこれ もう決まってるようなもんというか、もうむしろ選択肢がすごく少ないので、下手すると自分でその民族楽器買ってこなきゃいけないみたいなね、リアル音源揃えなきゃいけないみたいな状態になったりするかもしれません。その楽器買えばいいと、例えばブラジルとかでもミュールトーンとかね、ああいうとこ結構専門的に民族音楽器揃えてたりするメーカーなんかもあるから、いろいろそういうところをちょっとこうね、あさって見てみるといいかなと。で、それも民族音楽も分かりやすいと。で、問題はね、やっぱポップスなんですよね。で、ポップスっていうのはクラシックでもない、民族音楽でもない、それ以外っていうふうに考えてください。そうするとかなり幅広いんですよね。で、ポップスの中でもこういろいろちょっとこう細かくジャンル分けすると、だから今の時の流行りものの系、ヒットチャート系でよく聞かれるような、ね、ダンス系の音楽とかもあれば、ロックとかもあるし、そのジャズとかもあるし、もういろいろかなり幅広い状態になるので、ここがちょっとね迷っちゃうんだよね。で、ポップス、自分がやりたいのはじゃあとりあえずポップスだなと、なった時には、まずポップスってどんな楽器が必要なのかなということを考えます。ポップスって呼ばれる音楽っていうのは基本的にフォーリズムって呼ばれる楽器体が最低限いますよっていうことが条件というかね、基礎的なリズム体、リズムセクション、楽器っていうのはもうこの4つがいることがポップスなんですよっていうのがこう昔から言われてて、もちろん別に全部揃ってる必要はないよ、ないんだけど、基本的にこれ4ついればもうポップスって言っていいよねっていう感じのもので、フォーリズムって呼ばれるんですよ。で、それがドラムベース、ドラムベース、ギター、キーボードのこの4つになります。なので、まずドラムベース、ギター、キーボード、この4つから考えて揃えていけばいいなっていうところに絞ってください。で、今言った通り、このフォーリズムがあることがポップスであるっていうことなので、これで、例えばその大まかにジャンルが、ね、違ったり、ダンス系とかジャズとかでも、ね、全然違ったりとかしててもとか、あと時代が違ったりとかしてても、この4つ、キーボード、ギター、ベース、ドラムスに、分けられる楽器っていうのは、共通して入ってくるってことなんですね。だから、この4つに重点的に絞ればまずいいよと。
十分ポップスは作っていけるんだよっていうことです。で、ここでまあもう一つ、そのもうちょっと細かくジャンル分け、自分がやりたい音楽のジャンル分けをしてもらいたいんだけど、例えばジャズを作りたいんだよねとかってなってれば、まあ大抵の方は多分アコースティック系のピアノの音が欲しいと思うんだよね。だからそういう人は、まあこうね、生ピを、購入すればいいわけです。ここに予算を重点的に割いていくということで考えていけばいいね。で、それ以外とか、今例えば今時のなんか流行りものだよねとかってなると、まあ生ピも あるけど、まあそっちよりエレピの方が汎用性は高いかなと。でもっと言うと、もうバリバリシンセサウンドなんでね、最近の近年の音っていうのはポップス系の流行りもののヒットチャート系の音楽とかっていうのは、なのでシンセサイザー、そういうものをやりたいんだったら、例えばボーカロイドとか揃えてもいいし、ああいう歌物で最近の音楽っぽいやつ、自分はやりたいのはそういう音楽なんだっていうんだったら、まずシンセサイザー強力なやつを一つ二つ、何しろ重点的に予算を割くように、考えるといいです。まあ流行りものって言っても、やっぱりこう場所によって地域によって多少異なるところはあるんだけれど、まあおおむねほぼほぼ申請率高いんだよね。だから日本のミュージシャン その、まあ流行りもののね、ヒットチャート系のでも、やっぱもう申請サウンドが占める割合ってかなり高いし、まあ、洋楽なんかでもシンセサウンドやっぱ高いし、で、まあ、K-POP に至ってはもうほぼ全部シンセみたいな状態でになってるからね。でそれぐらいすごい比率高いですね。まあ、洋楽とかになるとちょっとこうなんか、ね、アコースティックギターがこうちょろちょろ入ってきたり、ベースになんかね、そういう血が騒ぐんでしょうかね、っていうのが、まあ、そういうところにシンセが重なってたりみたいなサウンドっていうのもあるしね。で、まあ割とこうループ音楽的な感じで、分かりやすいタイプの曲が多いですよね。まあちょっとそれは置いといてと。で、まあだからとにかくシンセ系っていうのは、今時の音楽やりたいなっていう考えてるんだったら、もう絶対的に必要になってきます。で、まああとギター、ベース、ドラムス、まあ場合によってはね、例えばもう K-POP みたいに、もうほとんどシンセ、全部シンセじゃんみたいな、そういう曲すっげえ多いよねっていう、ああいうのだったらもう下手すると全部シンセで済むじゃんみたいな状態にもなるから、ほんとシンセには、まあ最優先でそういうのやりたいんだったらお金かけたらいいと。で、まああとはギター、ベース、ドラムス、生の方も欲しいんだったら、まあ生の方も考えればいい。っていう感じで、購入を考えていけばいい。で、まずこのフォーリズムを揃えるってことね。でそれプラス、おそらく次に迷うんじゃないかなと、まあ、視野に入れてくるんじゃないかなと思うのは、多分ストリングス音源と、まあ、ホーンセクション、ブラス音源とかだと思うんですけれども、これはちょっとやる音楽をもうちょい、ジャンル分けというか場所分けというか、とあとちょっと時代分けをした方がいいかなと思いますね。例えば今言ったような K-POP とか、もうすんま、J-POP もそうだし、洋楽もそうなんだけど、ほとんどストリングス出てこないでしょ、流行りもので。ストリングスのサウンドが思いっきりストリングスセクションとか聞こえてくると、もうそれだけで夏メロ集するからね。だから今時新曲出してでもストリングスがっつり入ってくるみたいな、はっきり聞こえてくるみたいなアレンジの曲で、例えばサザンとかユズとかさ、ベテラン勢では80年90年代とかこうストリングスとかが当たり前に使われてたような時代に自分たちのサウンドを確立してきたような人たちの新曲には入ってくるけど、でもちょっと今時の流行りでの
若い人たち向けの音楽ってなると、まあ、まずストリングスって聞こえてこないよね。なのでストリングスが聞こえてきた時点で夏メロチックになるから、もうそういうね雰囲気の音楽がやりたいんであれば次にストリングスを考えればいい、いいし、そうじゃないんであればストリングスに予算割く必要は全くないと思う。全くない。で、通常例えばストリングスアレンジ、ストリングスがこれやるのやること多いよねみたいな、カウンターとかオブリとかのがあのフレーズでももう今みんなシンセに置き換えられてたりするし、あの映画音楽とかなんかでも、あの今重厚なシンセサウン、あのストリングスサウンドが聞こえてきたと思いきや、あこれあ シンセじゃんっていうねだったりとかっていうことも起きてるので、まあストリングスはとりあえず予算ないんだったら考えなくていいかなと思います。夏メロチックなやつをやりたいんだよねっていうんだったら、まあ、必要だけどね、購入すればいいけど、そうじゃないんだったら無理して買わなくていい。でむしろそれよりはトランペットとかの方が汎用性はまだあるかなと思います。ホームセクション系を探してそっちに予算があるんだからそっちを揃えた方がまだ使い勝手はいいかなと思います。今時の音楽流行り物系でもトランペットとかそういう金物系ってこうアクセントとかで出てきたりとかするんで、まだ出番はあるかなと。まあいずれにせよ予算がないのであれば別に無理してストリングス買う必要ないし、まあそのホームセクションも無理して買う必要もないと。とりあえずフォーリズムあって、まあシンセに重点的にお金かけてみたいな状態にしておけば、まあ大抵はやりたいことはできるでしょうという状態になります。まあ時代分け的にはそんな感じなんだけど、ただその場所というかね、こういうところでよく使われる音楽みたいな状態、例えば深夜アニメ量産型のね、日本でいろいろやってますけれども、ああいうところで聞こえてくる BGM 劇版なんかだとやっぱりストリングスとかは当たり前に、まあいろんな楽器が出てくるから、ああいうのを作りたいんだよねってなったら、まあちょっといろいろと音源必要になるよね。逆にすげえ金かかると思うからまあその辺覚悟した方がいいかなと思う。いろんな音源揃う必要あるなっていうね、なのでまあそういうところとか、まあ、アニソンぐらいかシンセストリングス出てくるとか、ストリングスアレンジとかね、ゲーム音楽とか、かなりそういうちょっとこう場所が限られるので、ストリングスって今時だとそのセクション聞こえてくると、あなんか夏メロっぽいなとか、なんかゲーム音楽っぽいなとか、なんかアニソンっぽいなとか、こう特定の何かを想起させる原因気になってしまうので、そこはちょっとよく考えないといけないね。だからストリングスは、そのポップスでも流行り物系やりたいっていう人は特に考えなくてもいいと。で、あんまり聞こえで、まあ、ぶっちゃけそれシンセでもいいよねっていうこともよくあるし、生のストリングスじゃなくてもね、なのでまあストリングスはそんな感じで、そこまで回すお金あるんだったらまだトランペットとかに回した方がいいかなと、ポップス系の流行り物系やりたいっていう人だったらね、という感じなので、ただこう漠然となんか買いたいなって考えてるとちょっとこうどちらかっちゃってパニックになるなって、変なお金の使い方して大事なところに予算がないみたいなね、状態にもなるんで、まずはこのフォーリズムとで、その中でもまあキーボード類は、まあ生ピエレピシンセ、まあ大抵は例えばボーカロイドとかなったらもうシンセでもうゴリゴリ揃えていくみたいな状態を、考えて、ここから揃え出したらいいんじゃないかなと、いうことで、よろしく、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。